よいしょよいしょ。はい、どうもこんにちは、ケンジです。本日ですけども、前回ね、キス MLB コラボのね、第2弾を購入してきたのでね、そちらのレビューの方をね、していきたいなと思います。前回引き続きね、めちゃめちゃ買ったね。今回も金額はおそらく前回を優に超えているかなという感じとなっております。で、まずね、終盤にね、オンラインがあるのでね、挑戦していきたいなと言っていたので撮影したので、そちらの方をまずどうぞ。何も出てないね。出てねえよ。B2 だけだね。特に何もキーホルダー的なものは出てないけど。キーホルダー的なものは出てない。でもそんな9個しか出ないなんてことないだろ。だってこれはネックレスないですね。これはいや、まだ更新されるのかもしれんから分かんなくね。全部出たのそれで。こんだけしかないよ。いや、全然増えてんじゃん。ほんとだ、5個しか増えてんじゃん。パワージャケットもありますね。ないですね。はい、がっつり売ってますね。がっつり売ってますね。いやー、ネックレス来なかったか。これで全部出そろったのじゃないかなと思うんですけどね。まあ、こんなもんかなって感じですかね。あ、もう余裕で買えちゃいますね。これはすぐにインターナショナルなんちゃら通っちゃいましたねっていう話ですね。はい、という感じになります。まあ、ネックレスは F&F モデルですかね。あれはロニーとかこうやってやってて、あ、いいな、かっこいいなと思ったんですけど、まああれは F&F ですね。とても欲しかった分ちょっと残念だなという気持ちになっております。今回はね、結構ね、またね、キス MLB コラボというか、 MLB コラボとボール1という方ね、秋モデル1。キスはね、秋冬じゃなくて、秋は秋、冬は冬というね、販売方法をいつもしておりまして、今回はね、秋モデルの第1弾も同時にリリースしました。僕がね、今回買ったね、キスのね、コラボとね、ボール1の方をね、紹介していきたいなと思います。まずね、僕が購入したのはこちらになります。じゃん、キス MLB ヤンキースですね。ヤンキースのコラボのパワージャケットになります。買っちゃいましたね、やっちゃいましたね。こちらね、絶対似合わないからね、買うかどうか悩んだ結果買っちゃいましたね。ロニー来ちゃうとやっぱ欲しくなるんですよね。ファージャケットね、 XL サイズで、ね、購入しました。オンラインではね、割と余裕で買えてましたね。視聴者さんの方もこちらの方をね、購入できましたというね、インスタグラムでメッセージいただきました。割と余裕があったのかなと思います。僕が買った時にはね、友達が33番当てていただき、こちら1点のみね、購入してもらったんですけども、33で XL ラストでしたね。もともと数が少なかったのかね、まあ値段も高かったんで、みんながね、これをバカ買いしたわけではないんですけども、店頭ではギリギリでした。これね、ちょっとね、着てみたんですけどね、割とサイズはね、パーカー着たら結構ピッチリ的な感じでした。ちょっと着てみますね。はい、というこんな感じになります。 XL でね、下パーカー着てるとすごい結構でかく見えちゃいますね。どうすか皆さん、僕ね、絶対似合わないだろうなと思ったんですけども、どうすか、似合います？これ絶対似合わねえだろうなというね、感じ思ったんですけども、サイズ感的には結構僕は XL でぴったりでしたね。まあ中にね、 T シャツとか着ればね、もう少し痩せて着れるのかなっていう感じはします。こんな感じですね。でけえ、でかい、でかいけど、まあサイズ的にはちょうどいい感じです。今後ね、やっぱ冬になっていくので、できたらね、こちらね、着ていきたいなっていう感じですね。質感的には、中のこの部分なんですけど、ここがレザーになってたりとか、内ポケットもあったりとか、で、かなりあったかいです。デザイン云々として、このファージャケットは結構重宝するなって、僕個人的には思います。デザインもね、僕、本当にこれかっこいいなと思ったんで、似合うかどうかちょっと別ですけども、満足な買い物となっております。で、こちらの価格がね、確か73,500円で、税プラスだと、80,850円ぐらいかな、そんぐらいの価格だと思います。で、キスオンラインで買った方が60,000いくらで、関税が10,000いくらで、多分80,000円ぐらいは安くキスオンラインの方が買えたのかなっていう印象ですね。ともかくね、買えたのでね、良かったっていう感じになります。で、続きましてね、僕が購入したのはこちらになります。じゃん、キスヤンキースのスポーツジャージかな、そんな感じの商品になります。僕が行った時にはね、結構悩みました。革ジャンといろいろあったんですけども、これとシャツでね、僕死ぬほど悩んだんですよね。で、店員さんがね、これロニー着てたんですよねみたいなこと聞いて、ロニー着てたんやと、確か着てたと思うんですよね。ロニー着てるってなるとね、やっぱオタクとしては憧れてるので、ちょっと欲しいなっていう感じになっちゃいますよね。だからすごい悩んだ結果買いました。
で、こちらの価格ね、4万円ですね。バカ高い、バカ高い。最初見た時ね、これなんかセットになってんのかなと、どうなってんのかなと思ったんで、これで1着だそうです。高い買い物だなって個人的に思います。これよりもね、ちょっと納得できない価格ではありますね。モノグラムみたいになってるんですよね。キス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 って。これと素材のね、肌触りといいますか、これがすごい僕にとってドンピシャだったので、たまらなくね、購入しちゃいましたね。こちらも結構店員さんと相談した結果、 XL サイズの方がいいんじゃないかなっていうことをね、受けてね、こちら購入しました。着てみたいなと思います。はい、こんな感じになっております。よくわかんねえなー、これめちゃめちゃよくわかんない。なんだこれ、ポケットもないし、よくわかんないですね。これ結構かっこいいですね。服はかっこいい、服はかっこいいけど、僕が似合うかどうかは別ですね。ちょっとポケットがないのが難点ですね。秋とかだとちょっと涼しいかなって感じですね。素材的にはスポーツジャージっていう感じしますね。これ着るかな、買ったけど着るかな、どうだろう。そして続きましてなんですけども、僕あんまり買ってないんですよね今回。ただね、一品一品がめちゃめちゃ高額だったんで、すごい値段がいったって感じになります。続きまして僕が買ったのはこちらですね。じゃん、ハーフパンですね。ハーフパンツ買いました。こちら2万500円というね、めちゃめちゃ高いパンツや。これ最初見た時からね、あ、これのパンツは結構かっこいいなと思ったんで、割と購入は決めて購入しました。 L サイズですね。僕178センチなんですけども、上は XL か L を着てて、下は L ですね。下 XL だとちょっとでかすぎてね、あんま良くないかなと思ったんですけども、今回 L 購入させていただきました。これもね、割と人気だったそうでね、結構激戦だったのかな。モデルがね、かっこいいとね、服もかっこよくなるんだけど、自分が着るとね、やっぱ微妙になるんですよね。この現象どうにかしたいですね。僕みたいなね、筋肉質なゴリラだとハーフパンツを好むんですよね。ピチピチのスキニーとか絶対履きたくはないので、できる限りこういうね、ハーフパンツ系でね、ちょっとね、攻めていきたいなと思いね、こちらで購入しました。キスのね、スタイリング的にもね、やっぱりハーフパンツというか足を見せるっていうのはね、結構多いので、僕はそういうところも含めてキス気に入っております。はい、こんな感じですね。下履くとまあ XL 買わなくて本当に良かったなって感じですね。もう本当ぴったりって感じですね、僕は。はい、そしてね、最後です。秋モデルだとね、ゆっくりね、買えるんで、まあ、今回はいいかなと。またキスいただき、ゆっくり購入しようかなと思いね。ただね、これだけはね、僕ね、絶対購入しようって心から決めてたんで、そちらの方を紹介していきたいなと思います。最後に僕が買ったのはこちらになります。じゃん！マフラーです。まさかのね、最後マフラーというわけでね、今回こちらのね、マフラーを購入しました。これはね、店頭で買った方が安いですね。オンラインだと9200円で、そこから送料を運動考えるとやっぱ1万円超えてくるんですけども、こちらね、9000円ぐらいですね。8800円プラス税なので、だいたい9600円ぐらいかなって感じですね。高いね、高いマフラーだわ。今回このね、マフラーはね、絶対に買いたいなと思い、ただね、完売はしないかなと個人的に思ってまして、思った通り完売しなかったですね。おお、触り心地いい。キスのマフラーとかね、買ったことないっすね、今まで。触り心地もいいし、めちゃめちゃあったかい。あ、めちゃめちゃあったかいし、めちゃめちゃ良くないですかこれ。このスタイルでちょっと歩いたらちょっとあれですけど、このマフラーね、めちゃかっこいいんで、ぜひね、僕このホールワンでね、多分一番推してるのがこのマフラーです。いや、ほんとクリスマスプレゼントとかでね、彼女さんとか彼氏さんにね、プレゼントするとめちゃめちゃいいと思います。みんな結構スルーしてたけど、このマフラーめちゃめちゃいいぞ。はい、という感じになりますけど、皆さんどうですか、今回のキス MLB プラスホールワン。今回僕買った中で、まあファージャケットがさすがに一番いい、一番僕は気に入ってます。2番目はね、割とこれかなって感じですね。このマフラーは結構触り心地もいいし、ヘビーローテーションしていきたいなという感じになります。今年はね、日本で過ごすかなって感じですね。上のこの服はね、ちょっとね、難しいところではあるんですけども、これもね、やっぱりどうせだったらね、並びとかで、ね、着ていきたいなっていう感じになりますね。とりあえず今回のね、キス MLB コラボなんですけども、結構な方が並んでて、やっぱりキスがいろいろ認知されているんだなっていうのをね、実感しました。並び自体もね、好きなので、キスの並びだったらな、すんなりパッと終わるんで、今後もね、あったらいいかなっていう感じで並びに行きたいなと思います。キスね、こういう並びってそんなに多くないから、3ヶ月とか4ヶ月に一度ぐらいじゃないですかね、コラボとかあったとしても。それこそね、秋のドロップ2とか冬のドロップ1、僕ね、毎年キスのコート買ってるんですよ。ドロップ2かな、2で発売されるのかな、ちょっとわからないですけども、ぜひね、その時もね、並びに行きたいなって思います。冬はね、毎年買わないね。冬はちょっとね、キスね、毎年スキーウェアみたいに出すんですけども、ちょっとね、それはいらないかなっていう感じなので、まあ、コートとかね、買えればいいかなって個人的に思ってますけどね。まあ、キスのね、コラボではないモデルとかもね、あんまり
僕が行った時にはね、やっぱみんな MLB にね結構食らいついた感じだったんですけども、まあ、ぜひよかったらねこういったね普通に売っている秋モデルのものぜひ手に取ってみてくださいという感じでね、今回の動画終わりたいと思います。この動画がいいと思ったり参考になったと思ったらグッドボタンのチャンネル登録の方よろしくお願いします。そんな感じで終わります。じゃあね、バイバイ。